日本語能力試験懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは、手を挙げてください。問題がよく見えないときも、手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1>, 1番 大学の陸上部のコーチとキャプテンが話しています。キャプテンは、リレーの順番をどうしますか田中、来週の試合で4人順番に走るリレーのことなんだが、選手選びを任せていたよな。決まったかはい、コーチ。この4人に決めました。このメモを見てください。うんうん。順番はどうしましょうか ?1 年生のキム、2年生の林。 三年生の山川、田中か。田中、君はいつも通り最後を頼むよ。はい、わかりました。私の前はいつも通り山川でいいでしょうか。そうだな。あ、ちょっと待てよ。最近山川の調子がいいからな。今回は他のチームとのレベルが拮抗してるから、スタートでリードできるように山川を最初にしたらどうだはい。次にキム、林でしょうか。 チームはコーナーが得意だから、林と入れ替えるか。そうですね。わかりました。キャプテンは、リレーの順番をどうしますか 2番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はまず何をしますか就職活動もう始めたまあね、早く始めた方がいいからね。就職支援サイトにも登録したよ。それってインターネットのいろんな企業の就職情報が載ってる。僕もそろそろ動かないとな。それより大学の就職課には相談に行った うちの学生向けの就職情報がわかるよ。ああ、就職家か。あと、私は就職活動の流れをつかむために、就職関連の本も読んだけど。ああ、それは大丈夫。面接対策の本、先輩にもらったから。面接か。気が早いね。でも、まずは、うちの大学の就職情報を押さえといたらそっか。うん。それと、履歴書用の証明写真の印象も大事だよ。 ああ、早く準備しといた方がいいよね。そうだね。どんな業界に行きたいのまだそこまでは。業種によっても写真の雰囲気変えた方がいいんだって。まあとりあえず話を聞きに行ったらそうだよね。そうする。ありがとう。男の学生はまず何をしますか 3番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はまず何をしますか今年の新商品の展示会が来月に迫ってきたんで、カタログの準備に取り掛かろうと思ってるんだけど。はい。去年の資料を土台にして作るとして、カタログに載せる今年の新商品の説明のところ、文章を新たに作らないとね。はい。うーん。 表紙のデザインが古くなってきてるんで、これを機に表紙の写真を変えたらどうかって思ってるんだが。新しい研究所がある長野の風景を使ったらどうでしょうか。なるほど。綺麗な環境の中で製品の品質化に力入れてるとこ、打ち出したいところだしね。じゃあ、その方針で進めるとして、デザインについては印刷会社に案を出してもらうとしようか。担当は佐藤くんが適任だな。 手配は彼に頼もう。で、商品説明のとこは君にお願いするよ。はい。次の会議で検討するから、それまでに頼むよ。原稿を取りまとめて印刷会社に送った後も、チェックや修正に時間がかかるからな。急いで取り掛かろう。女の人はまず何をしますか 4番大学で学生と先生が話しています。学生はまず何をしなければなりませんか先生、卒業論文なんですが、どのように進めたらいいでしょうかそうね。提出までまだ1年近くあるから焦らなくてもいいけど。インタビュー調査をするんでしたよねはい。分析の時間をしっかり取るためには、 なるべく早く調査しなきゃね。はい。そうですね。まずは、調査したいことを絞って、インタビューの質問項目を作ってみましょうか。はい。少しは考えてみたんですが、どんな質問にすればいいか難しくて。あ、関連する文献はまだ調べてませんかええ、まだあまり。じゃあ、今までの研究で、どんな調査が行われて、 どんな結果が出たか調べてからよね。あ、はい。それから、卒業論文のイメージをつかむのも大切よ。先輩たちの卒業論文は読んでみたあ、それは一通り。そう。じゃあ、再来週、途中経過を教えてください。学生はまず、何をしなければなりませんか 5番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はホームページをどのように変更しますか新製品の掃除機のホームページなんだけど、アクセス数あまり伸びてないみたいだね。はい。トップページはそこそこなんですけど、製品紹介や使用体験のページに進む人が少なくて。そうか。体験記を見てもらいたいんだよね。 そこへ誘導する仕掛け、もっと考えられないページのデザインですよね。うん。トップページのリンクが貼ってあるところ、目立つような色にしてみよう。それと、製品紹介から体験ページへの方もよろしく。これいいよっていう声を受けて決める人もいるだろうから。セール中っていうのも、もっと前面に押し出しましょうか。うーん。それはいじらなくてもいいかな。あんまり派手になりすぎてもって思うから。 男の人はホームページをどのように変更しますか問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間があります それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。 会社で昼休みに女の人と男の人が話しています。男の人が今の会社に入った理由は何ですか男の人です。 吉田さんはどうしてこの会社に就職しようと思ったんですか私の場合ここしか受からなかったんですけどうーんそうだな最初はとにかく誰もが知ってるような知名度の高い会社に入りたいと思ったんだけどいろいろ調べてるうちに考えが変わってねへえ<ー>仕事だけじゃなくてプライベートの時間も大事だっていう人もいるけど僕はたとえ残業が多かろうが休みが少なかろうが 自分のやりたいことができる会社が一番だと思ったんだ。そうなんですか。で、この会社には満足してるんですかまあね。そうですか。やっぱり仕事はやりがいが大事ですよね。なんてね。実を言うと、君と同じ理由なんだ。他の選択肢がなくってね。ここだけの話だけど。なんだ。でも、今はこの会社に入って正解だったって思ってるよ。 男の人が今の会社に入った理由は何ですか二番温泉地でアナウンサーが話していますこの温泉地が人気のある理由は何だと言っていますか 皆さんこんにちは。私は今、もみじ谷温泉に来ています。ひっそりとした山奥にあるこの温泉、お湯の特別な効能を歌っているわけではありません。古く歴史あるこの情緒あふれる街並みが心を癒してくれるともっぱらの評判なんです。こちらまで電車はご利用になれませんが、車なら都心から日帰りで往復できない距離ではありません。 皆さんもぜひ一度訪れてみてください。季節折々の自然の美しさも味わえることでしょう。この温泉地が人気のある理由は何だと言っていますか 3番本屋でアナウンスを聞いていますどうして今記念品が配られていますか 本日午後1時より、日本書店協会文学賞を受賞されたベストセラー作家、松田花先生のサイン会を開催いたします。松田先生の最新作である小説、真実は、この秋出版されたばかりですが、すでに映画化も決定しております。本日は、真実の販売50万部突破記念といたしまして、2回サイン会会場にて、記念品をお渡ししております。 数に限りがございますので、どうぞお早めにお越しくださいませ。どうして今、記念品が配られていますか四番 家で母親と父親が話しています。二人はどうやって子供に新聞を読ませることにしましたか ねえ、太郎ももう中学生なんだから、そろそろ新聞を読む習慣を身につけさせた方がいいんじゃないそういえば、太郎が新聞読んでるとこ見たことないな。政治や経済の記事が多いからピンとこないんだろうな。自分には関係ないって感じで。多分ね。でも、今は興味が湧かなくても、中学生のうちから新聞に触れておくことが大切よ。わからない言葉なんかは、 親が一緒に記事を見ながら説明してやれば分かるようになるだろうし。えもう一人で十分読めるだろう。でも、太郎に一人で読ませると、スポーツや芸能ばかりに偏りそうだから、私たちがバランスよく記事を選んで一緒に読んであげた方がいいんじゃないうーん。まあ、記事は僕たちが選ぶとしても、一人で読ませればいいんじゃないかな。あの年齢だと、まだ解説してやった方が楽しさを感じさせられるんじゃない そうすれば、今まで無関心だった記事にも目が行くようになって、そのうち一人で読むようになると思うけど、それが適度に親子のコミュニケーションにもなるし。わかったよ。じゃあ明日からやってみるか。二人はどうやって子供に新聞を読ませることにしましたか 5番ラジオで評論家が話しています。評論家は消費者が安いものばかり買うことについて何が一番問題だと言っていますか 安物買いの銭入しないということわざがあります。これは、安いものは品質が悪いことが多く、何度も買い替えることになり、結局は高くつくという意味ですが、私は経済的な損失よりも、えー、安いからという理由だけで商品を購入すると、ものを粗末に扱う気持ちを引き起こしがちであるということの方を、より深刻に受け止める必要があると考えます。安いものは、 なくしてしまったり壊してしまったりすることが多いというのがその良い,い例です。高価なブランド品を買う必要はありませんが、質の良いものを長く大事に使う方が資源の浪費を抑えることにもつながるのではないでしょうか。評論家は消費者が安いものばかり買うことについて何が一番問題だと言っていますか 6番社内の会議で男の人が新製品のテニスウェアについて話しています。この新製品の一番の特徴は何ですか 我が社のスポーツウェアは、従来から水分吸収力、吸収した水分を素早く乾かす速乾性、肌触りの良さ、体の動きを妨げない伸縮性の高さで市場のシェアを広げてきました。このシェアをさらに拡大すべく、この度特殊なマイクロファイバーを使い、汗を即座に蒸発させる新しいテニスウェアの開発に成功いたしました。10月上旬に発売を予定しております。えー 生地の肌触り等につきましては、さらなる品質の向上を目指して、引き続き研究開発を行ってまいります。この新製品の一番の特徴は何ですか ここでちょっと休みましょう。 また続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番 1> 会社の会議で男の人が話しています。昨日午後4時10分。 当社のオンンンラインショップがダウししました。原因は新たに取り扱いを始めた有名店の限定チョコレートの販売開始直後予想以上の人気で処理能力を超えるアクセスが集中したためです通常お客様は商品を選択した後、配送先を指定するのですがこの配送先の画面にアクセスできないまたは画面が表示されるまでに時間がかかるなどの障害が発生しました5時半には復旧しましたが これまでに50件強の苦情がありました。幸い、注文件数には大きな影響はありませんでしたが、販売方法の改善が必要かどうかについては、現在検討中です。男の人は、オンラインショップの何について報告していますか ?1、売上が下がったこと。2、 販売システムで問題が起きたこと。3。取扱い商品の在庫が不足したこと。4。配送方法の改善が必要なこと。2>, 2番。 駅前で市議会議員が演説をしています。皆さん、桜市の公園についてどのようにお考えでしょうか。緑ある公園は子供の健全な遊び場、市民の憩いの場として必要不可欠です。街の中に緑を配置することで生活も潤います。これらは小規模公園でも賄うことができますが、都市環境の向上を考えた場合、 小学校の校庭程度の大規模公園が必要です。大規模公園は、それだけではなく、災害時の避難場所として、また、町の資産価値を高めるためにも欠かすことができないのです。しかし、残念ながら、我が桜市にはこのような役割を担う公園がありません。駅前の工場跡地は、絶好の場所だと考えます。 議員は何を主張していますか1、1> 今ある公園の価値を高めること。2>, 2、小さい公園を増やすこと。3、大きい公園を作ること。4、小学校の校庭を広くすること。 3番講演会で女の人が話していますこれは私の知人のアメリカ人の話なんですが彼はラジオを聞いてあの司会者はいい人だとかこのタレントは美しい日本語を話すとか言って何人かの話し手をひいきにしていますところが実は日本語がほとんどわからないんです通常私たちが誰かの話を聞くときは 相手が話したことの意味を把握することに集中しますが、単語や文法から意味を見出せない彼にしてみれば、話す声こそが唯一の情報源なのです。そしてこれは、話されている内容を、普段私たちが単語とか文法から考えてしまい、話している声に含まれている情報をあまり意識していないということを改めて考えさせてくれているように思えます。 女の人は何について話していますか 1, ?1 声の出し方と職業の関係 2, 2声が持つ情報の大切さ3美しい言葉遣いの必要性4発言内容を理解することの重要性 4番。新商品の企画会議で部長が話しています。売れる商品を開発するにはね、経験とか技術力とか、そういったものだけじゃ十分じゃないんだよ。いい商品が生み出せるかどうかは、お客様をいかによく見ているかってことにかかってると言っても過言じゃない、ねえ。例えば、印鑑やスタンプ。これには、どっちが上か目印がついてるけど、もし目印がなかったら、 印鑑を押すとき、向きがわかんないでしょこれはほとんどの人が印鑑やスタンプを押すとき、必ず向きを確かめるっていう行動を見て開発したそうなんだ。こんなとこに開発のヒントが転がってるんだよ。常にこういう視点を頭に置いて商品開発ってのは進めていきたいよね。部長は何について話していますか 1> 1 消費者の意見を聞くことの大切さ。2. 2商品開発の経験を積むことの大切さ。3. 技術力を上げることの大切さ。4. 消費者の行動を観察することの大切さ。 テレビで女のアナウンサーが会社の経営について社長にインタビューしています。今日は株式会社小山の小山社長にお越しいただきお話を伺います。社長、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。社長は大学を卒業すると同時にこの会社を立ち上げられたそうですね。この不況の中でも売り上げをどんどん伸ばしていらっしゃいますが、 会社が成功するためには何が必要なんでしょうかそうですね。チャンスを逃さない努力といったところでしょうか。こう言うとよく誤解されるのですが、チャンスがあれば思い切って突っ走れと言っているのではありません。何がチャンスであるかをしっかりと見極め、実行に移すべきか的確に判断しなければならず、そのためには日頃から常に情報を収集、分析する必要があるのです。また、リスクもしっかりと考慮しなければなりません。 なるほど。日頃から努力されているんですね。念入りな調査に基づいて、現状を客観的に見ることができれば、大きなチャンスをものにできるのです。思いつきと思い切りの良さだけでは、会社の経営というものは、いずれ行き詰まるのではないでしょうか。もちろん、条件によっては、どんなに素晴らしいアイディアでも、実行に移さないという決断をすることもあります。そういう意味での思い切りの良さは必要かもしれませんね。 社長は会社の経営について何が重要だと言っていますか 1, ?1 失敗を恐れないこと 2, 2状況を客観的に分析すること3素早く決断すること4いいアイディアを生み出すこと 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを1つ選んでください。では,は、始めます。 1番。1> ごめん、待った。駅で足止め食っちゃって。1。1> え、電車動いてなかったの 2>, ?2。足大丈夫痛かったでしょ3。ちゃんと時間調べていかなくちゃ。 2番「えもうこんな時間?」「今日は接客に時間取られて昼食べそこなったよ」1「1相当急いで食べたんだね」2> 2「2今からでも食堂行ってきたら?」「3昼ごはんお客さんと一緒だったの?」 3番。もうすぐパーティー始まるから、コップあれだけ出しといて。1。1> じゃあ、いくつ出せばいいんですか ?2。コップは人数分ですね。3>, 3。全部っって5個しかないですよ。 4番。先方に共同開発を提案したら、すんなり受け入れられたよ。1。1> 説得するの、そんなに大変だったの 2>, ?2。またチャンスはあるから落ち込まないで。3。向こうもそういう希望があったんじゃない 5番、テレビで見た新発売の野菜ジュース。とてもじゃないけど飲めたもんじゃなかったよ。1、売り切れだったの ?2、2> まあまあだったの 3>, ?3、そんなにまずいの 6番。来月の登山ではみんなのお荷物にならないようにしなきゃ。1。1> 置いてかれないように頑張ってね。2。登山だもん、あんまり持ってけないだろ 3>, ?3。みんなの荷物まで気にしなくていいよ。 7番今年の新入社員は物になりそうですよ。1, 1それは期待が持てますね。2, 2どういうものですか ?3 いい人材が集まりませんね。 秋晩僕部長はてっきり出張に行ってるもんだとばかり思ってたよ。まさか出張なさってるとはね。2> 2出張キャンセルになったんだって。いつ出張から戻られるか知ってる 9番。留学説明会に出て自分の準備不足が分かっただけでも収穫あったよ。1。1> 出ても無駄だったわけだね。2。納得してないんだね。3>, 3。じゃあ参加した会があったね。 10番。来週の健康診断って絶対受けないといけないってわけじゃないんだって。1。1> それって受けなくてもいいってこと 2>, ?2。全員受けろって言うんじゃ仕方ないね。3。絶対に受けないってどうして 11番山川食品との交渉、なんとか契約にこぎつけたよ。1, 1苦労が報われたね。2, 2そんな風に諦めないでよ。3次こそは契約が取れるといいね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。1> 園芸店で女の人と店の人が話しています。あの、すみません。庭に花を植えたいんです。明るい色の。でも、どれがいいかわからなくて。 初心者なんで手入れが簡単なものがいいんですけど。なるほど。ああ、それと、せっかく植えるならなるべく長い間花が楽しめるものがいいんですけど。それでしたら、こちらの花のカタログをご覧ください。この一番の花。これは一年中赤やピンクの色鮮やかな花が咲きますよ。ただ虫がつきやすいんで豆に面倒を見てやんなきゃなんないんですけどね。手入れが楽っていうのは、 この2番の花。これはほっといても滅多に枯れたりしませんね。春の2週間ほどですが、いろんな色の花が楽しめますよ。うーん。花が咲くなら木でもいいかなと思ってるんですけど、背が低いものだったら。そうですか。でしたらこちらの3番はいかがですか。腰ぐらいの高さにしかならない木で、切っていっても葉っぱは落ちないので手がかかりませんよ。 濃いピンクの花が年間通して楽しめます。あ、この4番の花もおすすめです。これも木なんで、一度植えたら植え替える必要もないですし、ほとんど虫がつくこともないですよ。まあ、これは先ほどの3番の花にも言えることなんですけどね。4番の花は白で、春から夏にかけて楽しめます。葉っぱは秋から冬に全部落ちてしまいますけどね。どれにしよう、難しいな。 手入れが大変なのはやっぱり無理だし、葉っぱが落ちちゃうのも掃除が面倒だしな。あと、花が長く咲いてるのとなると、これかな。これください。ありがとうございます。女の人はどの花を買いますか ?1。一番の花。2>, 2。 二番の花。三、三番の花。四、四番の花。二番。まず話を聞いてください。それから二つの質問を聞いて。 それぞれ問題用紙の一から四の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めますラジオを聞きながら女の人と男の人が話しています今日は秋の夜長におすすめの本四冊をご紹介しますまずは 昨年の文学賞を受賞したリンゴ、40代女性編集者と30代フリーターの男性、そして20代の女子学生が3人で一軒家を借りて暮らすというストーリーです。世代の違う3人の交流を丁寧に描いています。続いて秋の日、一人暮らしの老人が訪問ボランティアで来る若者に自分の人生を語るうちに、互いの孤独から解放されていく話です。 三冊目は、別れ道。日本の金融業界をめぐるサスペンスですが、同時に主人公の成長も描かれています。最後は、金魚。蕎麦屋の主人の目を通して、江戸の文化が開花した時代の人々の様子を生き生きと描いた作品です。これ、私はもう全部読んじゃった。老人の話が一番面白かったな。僕もどれか読んでみようかな。 銀行のうーん、うちに帰ってまで仕事のことなんか考えたくないよ。そうか。サスペンスだから好きだと思うんだけど。えー、っと、あとは、時代小説はあまり読まないでしょ結構面白いけど。そうだね。どっちかっていうと、現代物の方がいいかな。うーん、老人の話がいいかな。ねえ、三人の共同生活の話って、 恋愛ものなのないや、そうなりそうになるんだけど、ならないんだよね。そこが面白いかなと。そうか。じゃあ、そっちを先に読もうかな。質問1。女の人は、どの本が一番面白いと思いましたか 質問2男の人はどの本を最初に読むことにしましたかこれで懲戒試験を終わります 嗯 <laughs>